4月30日放送のぐるぐる99日本テレビ系に99の岡村隆史49が出演。デリバリという言葉を連発したところ、ネット上で批判や戸惑いのコメントが相次いだ。この日の人気企画ゴチになりますは、ゴチメンバーがオンライン参戦する特別編。番組が選んだデリバリーグルメ3品を食べて、その値段を予想することになった。冒頭、進行役の羽鳥慎一アナウンサー49が、デリバリー、皆さんどうですか？よく利用されますか？と尋ねたところ、岡村はもちろん、と即答。それに対し羽鳥アナが、早いな、答えがと驚くと、岡村はヘビーユーザーですよと、フードデリバリーにハマっていることを明かした。続いて、俳優の田中圭35やニュースの増田貴久33も利用していると語る中、ナインティナインの矢部浩之48は、毎日工夫して奥さんに手料理作っていただけるんで、デリバリーはあんまり最近してないですねと、妻の手料理を自慢。それを聞いた岡村が、相方の嫁の手料理のデリバリーはできへんの？と質問すると、矢部はできたとしてもお前のはダンルと苦笑いした。そして熾烈なゴチバトルの結果、最終的に1位を勝ち取ったのは岡村だった。それを喜んだ岡村は、ほらデリバリーばっかりやってるから、デリバリーの歴史が違うねん、皆さんとは経験がものを言いましたと、フードデリバリーを愛用していたことが勝利につながったことを強調し、ガッツポーズを披露した。ところが、岡村は4月23日放送のラジオ番組、99岡村隆史のオールナイトニッポン、日本放送での初ことが、お金に困った女性が、風俗に行かざるを得ない状況を待ちもちんでいると、捉えられてしまい、炎上していた。それもあり、岡村の、デリバリー連呼に、一部の視聴者は別の意味を連想した、ようで、ネット上では、笑えなくなってる、岡村のデリバリー利用しているはシャレにならない、デリバリーばかりやってるからは意味深すぎてダメなどといったツッコミが続出していた。その一方、こうした批判の声に対し、時期が悪かったですよね、これはさすがにタイミングが悪いという岡村に対する同情の声も相次いでいた。